平城は1960年代以降にロックの定番曲となり数百人の様々なアーティストにより多くの音楽スタイルで演奏されている米国のポピュラーソングである。平城は不定行為に及んでいた妻を銃で撃った後にメキシコへ向かおうと計画している逃走中の男の話を歌ったものである。この楽曲はビリー・ロバーツによって1962年に アメリカ合衆国の著作権に登録された。しかし、様々なクレジットや主張がこの曲の作者に関する混乱をもたらしている。同楽曲に関する最初期とされる基地の商業録音は、ロサンゼルスのガレージロックバンドザ・リーブズによる1965年後半のシングルである。その後このバンドは楽曲を再録音して1966年に、 再度シングルとしてリリース。これがヒット曲になった。ジミヘンドリックス・エクスペリエンスによる1966年の録音版が最も有名なバージョンである。曲のタイトルはたまに、Hey Joe, Where You gonna Go n o や、これに似たバリエーション表記をされることがある。歌手のティム・ローズによって伝統音楽であるとの主張がされたり、誤ってしばしば米国の音楽家。 ディーノ・バレンティの書いたものともされる平常はカリフォルニアに拠点を置くフォーク音楽家のビリー・ロバーツによって1962年に米国の著作権に登録された。スコットランドのフォーク歌手ンパートリッチは1956年にロバーツがエディンバラのクラブで演奏した際に自分がこの曲を書く手伝いをしたと主張している。ロバーツは以前にあった以下の3作品から ヘイジョーの着想をひらめいた可能性がある。彼の恋人に、エラ・ミラーの1955年の歌、ベビー、プリーズ・ドント・ォー・ツー・タウン、カール・スミスによる1953年の、米国カウントリーのヒット曲、ヘイジョー、そして20世紀初頭の伝統的なバラード、リートル・サディである。リートル・サディ,ーサディの歌詞には、トマス・ビルや、落ち延びたジェリコでの出来事が出てくることが多く、ロバーツは、 サウスカロライナ州で生まれた。リートル・サディのバリエーションは、クラランス・アシュリー、ジョニー・キャッシュ、スリム・ダスティ、ボブ・ディランを含む多くのアーティストによって、様々なタイトルで録音されている。一部のバージョンは、ジェリコからメキシコへ、南行きの位置を変更している。ティム・ローズらによる、平常が、全くの伝統音楽作品であるという主張を、裏付ける証拠は提示されたことがない。 楽曲の権利は1966年から2000年代まで音楽出版社のサードストーリーミュージックによって管理されていた。そこでは作者がビリー・ロバーツとしてリスト掲載されている。他の情報筋はバレンティが習慣されている間のこととして釈放時に彼にいくらか収入を与えるためロバーツが友人のバレンティに当楽曲の権利を分け与えたと主張している。 ロバーツの楽曲は1965年代半ばのロサンゼルスの音楽業界でファンを獲得し、1965年と1966年にザ・リーブズ・ザ・スタンデルズ・ザ・サーファリーズ・ラブ・ザ・ミュージック・マシーン、そしてバーズによる速いペースでの録音がなされ、この曲はあっという間にガレージロックの定番曲になった。1965年12月に ザリーブズによって収録される前は D のバレンティとバーズのデビット・クロスビーの両名がこの歌を普及させる手助けをしたと伝えられている。サンセットを通りにあるチーロエスというナイトクラブのライブコンサートに参加した際にこの曲をバーズから紹介されたザリーブズは3つのバージョンの平王を録音して1965年と1966年にリリースした。 彼らの最初のバージョンは1965年11月から12月にリリースされたが、売り上げは乏しかった。同バンド3回目の6音版は1966年5月から6月にかけてヒットし、ビルボードホット100チャートで31位、カナダの RPM チャートで29位となった。リーブーズ版は、ビルボードチャートのトップ40に到達した、この楽曲唯一のレコーディングとして、 特筆に値する。当楽曲のザ・サーファリーズの録音版、彼らのシングル、ソゲットアウトの B 面でリリースされたものが、ロック曲としての初レコーディングだと記載されることがある。しかし多くの信頼できる情報源は、実際には、サーファリーズ版は1966年からで、ザ・リーブズの1965年オリジナル版の後に生まれたものだと反論している。 ザ・サーファリーズの録音版がリリースされた時期には、いくつかの異論がある。ある情報源は1965年末であると述べ、別の情報源は1966年6月であると述べている。ただし、ザ・サーファリーズのシングルのカタログ番号であるデッカ31954を他の同時期のデッカレコードシングル販売と相互参照すると、 そのリリース時期は1966年5月から6月にあたる。さらに1966年6月という発売日は、同シングルのプロデューサーであるゲイリー・アッシャーのウェブサイト上にあるディスコグラフィー情報からの裏付けも取れている。ザ・スタンデルズは、ヘイ・ジョー・ウェア・ユー・ゴナ・ゴーと題した曲のバージョンを録音し、1966年のアルバムダーティウォーター」にそれが収録された。 ガレージロックバンドのザ・ミュージック・マシーンは1966年末に遅めでムーディでファズを聴かせた曲のバージョンを録音しており、これはジミー・ヘンドリックスが後に発表するバージョンとかなり似ている。ロサンゼルスのバンドであるラブは彼らのデビューアルバムラブに1966年1月に録音したバージョンの平常を入れ、これは4月にエレクトラレコードからリリースされた。 この曲は1965年にデビッド・クロスビーから紹介されたギタリスト兼シンガーのブライアン・マクリーンによってこのバンドに持ち込まれた。バンドのメインボーカルであるアーサー・リーは後年、この楽曲をカバーした大半のロサンゼルス歌手やジミー・ヘンドリックスにこの曲への興味を抱かせたのはラブのバージョンだと主張した。ラブが録音した平常は 大半のバージョンの歌詞とは少し異なる歌詞が特徴となっている。例えば、銃を持ってという歌詞がラブのバージョンではお金を持ってである。バーズの録音した楽曲もラブのバージョンと同様に変更された歌詞を特徴としている。ラブのギタリストであるジョニー・エコールズはラブ及びバーズの歌詞が本物の歌詞だと主張している。エコールズによると、 ザ・リーブズはラブが曲を演奏しているのを聞いて歌詞について尋ねてきた。リーブズが卑劣な手段を使うため自分が歌詞を書き換えたところ、うっかり皆が知っていたバージョンを書いてしまったという。バーズは1966年のアルバム、霧の五次元に平常とのタイトルをつけた楽曲を収録した。バーズ版の主なボーカルはデビット・クロスビーで、彼はその楽曲をグループに持ち込んだり、 その曲をロサンゼルスのより大きな音楽コミュニティの中で普及させることに尽力した。クロスビーはバンドが最初に結成された1964年よりその楽曲を録音したいと常日頃から考えていたが、バーズの他のメンバーはその曲に熱心ではなかった。霧の5次元の収録セッション時までに他のいくつかのバンドが平常のカバーで成功を収めていた。そのため、 クロスビーは自分のバンド仲間にこの楽曲への情熱が欠けていると怒った。バーズのギタリストでリーダーのロジャー・マッキンはインタビューでクロスビーが平常を持ち込んだのはそれが自分の歌だったからだ。彼はそのことを書かなかったがその曲に責任を持っていた。彼は何年もそれをやりたがっていたが我々が決して彼にそれをさせなかった。 その後ラブとザ・リーブズの両方がそれで小さなヒットを飛ばすと我々がその楽曲をやらざるを得ないほどデビットは猛烈に起こったと実感している。バンド内や評論家間での一般的なコンセンサスではバーズバンはこの曲の完全に成功した歌唱ではなく以前のラブやザ・リーブズによる同楽曲の録音より劣るとされた。後年マッキンび同バンドのマネージャーであるジム・ディクソンは クロスビーの声量パフォーマンスが攻撃的な主題を伝えられるほどパワフルではないと批判し、この曲を霧の5次元に収録してしまったことを後悔していると表明した。後に、クロスビー自身もその曲の録音が自分側の失敗であることを認め、間違っていたよ。私がそれをやるべきじゃなかった。誰だって間違いは起こすものだと語った。 この楽曲は1966年から1967年にかけてバーズのライブコンサートで歌うレパートリーの中心的存在となる予定だった。バーズはまたモントレーポップフェスティバルでの自分たちの演奏にこの曲を入れ、それはドーフェスの CD ボックスほかドーフェスのコンプリート DVD ボックスに収録されている。フォークロック歌手のティムローズによる この楽曲のもっと遅いバージョンは、ザジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンスによる初シングルに触発されたものである。アニマルズの元ベーシストであるチャス・チャンドラー、現在は他の歌手のマネージメントに注力する人物は、ニューヨーク市のカフェは、というクラブで、ローズがこの曲を演奏しているのを見て、ロック版ン平常を録音するアーティストを探していた。チャンドラーは、 1966年にカフェはで演奏していて、ローズの表現に触発された平常の編曲を披露していたジミ・ヘンドリックスを発見した。1966年9月にチャンドラーは自分と一緒にヘンドリックスを英国に連れて行くことに決め、そこで彼は後にこのギタリストをスターへと変貌させた。ローズは1990年代に平常を再び録音すると題名を ブルース・チール44に変え、この楽曲を伝統民謡の彼自身の編曲として主張した。英国バンドのザ・クリエーションによる曲の遅いバージョンがヘンドリックス版の着想になったと一部の記述には書かれている。チャンドラーとヘンドリックスは英国に到着した後に彼らがこの曲を演奏するのを目撃したが、ザ・クリエーションのバージョンはヘンドリックスの後までリリースされなかった。 ザ・クリエーションのメンバーがティム・ローズのバージョンを聴いていたかは不明である。1966年12月にリリースされたヘンドリックス版は1967年1月に全英シングルチャートのトップ10に入り最高6位というヒット曲になった。同シングルは B 面を g ファーストアニバーサリーにして1967年5月1日に米国でリリースされたが、 チャート入りしなかった。にもかかわらず、ザジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンスによって録音されたザ・ブレイカウェイズのバッキングボーカルがついた平常は、同楽曲の最もよく知られたバージョンとなっており、ローリングストーンの選ぶオールタイム、クレイテストソング500の第201位に挙げられている。2009年には、VH1 によって、クレイテストハードロックソングオブオールタイムの第22位に、 名が上が上った。平城は、1969年に、ウッドストックフェスティバルで、ヘンドリックスが演奏した最後の曲で、それ自体フェスティバル全体の最終曲でもあった。その歌は、まだフェスティバルを去ろうとしない8万人に及ぶ、群衆のアンコール声援に応えて披露されたものである。シェールは1966年末に、インペリアルレコードで、平城のカバー曲を録音したが、 ビルボードホット100チャートで94位に終わった。それは彼女の1967年のアルバム With Love CHR に収録された。ウィルソン・ピケットがリリースしたこの曲のバージョンは1969年8月にビルボードホット100の59位になった。ディープパープルは1968年のデビューアルバムハッシュ」の8曲目と最終曲にこの曲を収録し、当初は ソングライターとして自分のバンドメンバーを挙げていた。ディープパープルの7分半になる楽曲アレンジには、モーリス・ラベルによるボレロを彷彿とさせるリズムに基づいたクラシック音楽の要素や、マヌエル・デ・ファリアによる三角棒縛れフタマックの2番、粉屋の踊りの一部が含まれている。マーマレードは1968年にその楽曲のバージョンを録音した。というのも彼らにはシングル、 ラビニシングスの B 面が急に必要となり、そこからなら作詞作曲の印税が手に入ると考えたためである。マーマレードのギタリストであるジュニア・ギャンベルはインタビューで、ジミ・ヘンドリックス版はすでに約20万枚を販売していたが、その後に我々がラビニシングスの B 面で約30万枚を売り上げた。しかし翌年、この血なまぐさい歌を書いたとされる奴が、 突然ゾロゾロと現れたんだ。と語った。フランクザッパは1968年にマザーズ・オブ・インベンションのアルバム、We Are Only in It for the Money で、フラワーパンクと題された、この曲のパロディを録音した。この楽曲はファッショナブルなヒッピーのライフスタイルをパロディにした、いくつかのアルバムのうちの一つだった。ザッパのバージョンの歌詞は、おいパンク、その花を手に持って、どこへ行くんだい ああ、俺は、サイケデリックバンドに参加するためにフリスコまで行く、つもりさとなっていた。パティ・スミスは1974年に、初シングル、平、hey, 常の永面としてこの曲のカバーをリリースした。スミスの編曲バージョンは、前年に、リリースされた、ブルースギタリストのロイブ・キャナンによる録音に基づく、ものである。スミスのバージョンは、逃亡者の女性相続人、 パトリシア・ハーストと彼女の誘拐事件及び、新イオニーズ解放軍の参加に関する、短くて過激な告白が含まれている点が、独創的である。スミスのバージョンは、彼女の手に、銃を持つ女王として、ハーストを描いている。1988年のアルバム、デイドリームネーションに収録されている、ソニックユースの楽曲、平城には、平城とジョニ・ミッチェルを題材にしたものだが、 ビリー・ロバーツの楽曲にある叙情的なテーマは共有していない。ロックバンドのザ・フーは1989年のツアー中に平城をたまに演奏することがあった。彼らのバージョンはヘンドリックスの編曲に影響を受けたもので彼に捧げられたものだった。ウィリー・デビルは1992年にヨーロッパでヒットしたマリアッチ版の歌を録音しスペインで1位になった。この楽曲は ヨーロッパでシングル版としてリリースされ、デビルのアルバム、バックストリッツ・オブ・ディザイアーに登場した。タイプーネガティブは、1992年のアルバム、ザ・オリジン・オブ・ザ・フィーシーズで曲のタイトルをヘイ・ピートに変更し、楽曲の主人公をオノでの殺人者に変更した。ボディカウントは1994年のアルバム、ボーンレットにこの歌のバージョンを録音した。2007年5月1日に、 ブローツワフで1881人のギタリストが平城を演奏し、当時のギネス世界記録を樹立した。ブラジルのグループを葉っぱはポルトガル語版の平城を録音した。当時ドラマーのマルセロ・ユッカとイボ・メイルレルズによって書かれたこのバージョンはグループのセカンドアルバムラッパ・ムンディに収録された。この歌はゲットーに住んでいて生き延びるために犯罪に手を染めるのもやむを得なかった。 とがを振り返るるる貧困者に関するものであるレッドホットチリペッパーズは2006年11月21日にチャンネル4のテレビ番組ライブフロムアビーロード向けにこの楽曲のリハーサルをしておりその録音が行われた2006年5月1日にポーランドのブロツワフの街の広場で1572人のギタリストが同時に平常を演奏し ギネス世界記録を更新した。翌年5月1日には1881人のギタリストで演奏して新記録となり、さらに2008年5月1日には1951人のギタリストによる平常演奏で世界記録が樹立された。それ以降も、ブローツワフでは2009年5月1日に6346人のギタリストが同じ会場でこの曲を演奏し、 2012年5月1日には7273人のギタリストが同時に演奏を行った。ありがとうございます。